んばんは、野村くんいちです。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は1月29日。もうあっという間ですよね。1年の12分の1が終わってしまいました。まあ12月と1月って本当に合ってないようなものだなと思うんですが、皆さんいい年の始まりを迎えられたでしょうか。今年こそ何か新しいことを覚えたり学びたいなと思っているんですが、とうとう何もせずに1ヶ月が終わってしまいました。これからどう巻き返そうかなと考えているところです。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームスナフキンさん。くんしさんこんばんは。今年もよろしくお願いします。私事ですが、昨年は家族的にも個人的にも様々なことが起こった激動の1年でした。何か自分でもこの状況を打破したいと思う思いが強くなり、弱い50の身でありながら転職することを決断しました。年齢的にもかなり思い切った決断であると自分でも認識はしていますが、理由の一つに中学生となる一人娘が不登校になってしまったことがあります。がむしゃらに働いていた自分を悔いて、残りの人生を少し家庭にシフトして生きていきたいと思ったのが理由の一つです。そしてもう一つ自分の中にあった思いがあります。それは勤めていた会社ではフジロックに参戦することがほぼ不可能な状況であったのですが、もう一度あのロックの波に溺れたいという欲求に惹かれてしまったところがあったように思います。今は楽しみと不安な思いが交錯していますが、まずは自分の家族の新たなる決断の一歩を自分で褒めてやりたいと思っています。リクエストはエルマロのフールズをお願いします。ありがとうございます。不登校っていうのはやっぱり身近にもちょろちょろ聞く問題で、友達のお子さんが不登校になって、くんいちちょっと話してやってくんないかって言われて何人も喋ったことあるんですけども、僕は不登校じゃないですけど、サボってばかりであまり行っていなかったので不登校のような出席日数だったような気もするんですが、何ですかね。でも学校って社会に出てからのことを学ぶ場なのかなと思います。好きな人だけじゃなくて嫌いな人も苦手な人もいますけども、そういうのがまあ社会って普通じゃないですか。好きな人だけと仕事もできないですし、まあそういう時にどうやって折り合いをつけていくっていうか、その中で自分のやりたいことをやるっていう実験の場なのかなと思うので、まあ本当に嫌いだったら僕行かなくてもいいのかななんて思ってしまうんですけども、限られた時間の中で実験の場だと思って考えれば少しは軽い気分でいけるのかなとも思います。まあね、いろんな理由で不登校になると思うんで、いじめとか、まあいじめっていう言葉をそろそろ本当に変えた方がいいと思うんですけどもね、精神的障害とか精神的暴力とかっていう強い言葉にすれば、いじめだからっていう簡単な言葉で片付けられるのが一番良くないのかなって思います。野村くんいちがナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。そして邦楽のリクエストが多かったので、いつもと逆の感じで曲をかけていきたいなと思ってます。まず1通目、ラジオネーム A 子さん。野村さんこんばんは。日曜のこの時間に聞く野村さんの低音が何とも心地よいです。私はジャンルを問わず読書をしますが、作家の伊集院静香さんが毎年成人の日に某お酒メーカーの広告として新聞に成人へのメッセージの掲載をするのですが、そのメッセージがとても美しく毎年読むのを楽しみにしています。先日のラジオで野村さんの好きな絵本についてお話ししてくださったのですが、好きな作家さんがいらっしゃいましたらお聞かせいただけないでしょうか。ありがとうございます。低音、昨日も飲みすぎてしまいまして、本人も自覚するほど声が低いなって思うんですが、そういえば先日なんかちょっと声の収録に参加してくれって某兄弟の姉に頼まれてスタジオに行ったんですけども、録音室にドラムが置いてあったんですが、
僕が喋り出すとドラムが共振しちゃうんですよ、低すぎてタオルとか置いて音を消さなければいけなかったんですけども、今日はそのぐらい低いんでしょうね。作家さん、まあたくさんいますけど、ジョン・ファンテっていうアメリカの作家とか、まあヘミングウェイとか、何度でも読める小説をたくさん書いてる人のはよく読みますかね。あとティム・オブライエンとか。続きまして、ラジオネーム新規登録ができないさん。野村さんこんばんは。一昨日すごく頑張りました。何を頑張ったかというと、オンラインショップサイトの新規登録です。5時間ぐらいチャレンジしたけどできませんでした。私昔ながらのガラケーなんです。みんなが楽々に普通にやっていることができないって、すごいダメ人間だと判を押されたように感じて傷つきました。リクエストは鈴木翔子さんの3月の生をお願いします。ありがとうございます。ガラケー、そうでしょうね。もしかしたらいろんなことができないのかもしれませんが、考えてみるともうガラケーを最後に使ったのっていつなんだろうっていうぐらい昔のことになってしまいました。僕は途中からブラックベリーっていう携帯に変えて、あれってこう文字盤がついてるんですっごく打ちやすかったんですよ。仕事で使うには多分あれが本当に一番楽で、 iPhone に変えた時ってタッチパネルに慣れなくって、メールやテキストが来ても一切返事をしなくなったことがありますけども、まあ確かにオンラインとか最近すごいジャンクメールとか多いじゃないですか。某有名サイトの再入力をしてくださいとかやたらと来るので、変なところにすぐ入力をして物を買ったりしない方がいいのかなと思います。続きまして、ラジオネームうさぎ年は良い年かなさん。野村さんこんばんは。去年の紅白でMISIAさんが矢野顕子さんの作詞作曲の希望の歌という曲を歌われたのですが、素晴らしかったです。でも矢野さんとMISIAさんの歌い方が違うから、矢野さんの曲にはあまり思えませんでしたけど、矢野さんが歌ったら矢野さんっぽいんだろうなと思いました。私は矢野顕子さんが学生の頃から大好きで、傷つくことの多かった日々を矢野さんに支えて癒していただきました。命を救っていただいた。学校でひどいことがあっても、家が冷たくても、 CD デッキから聞こえてくる矢野さんの歌声と演奏に、その温かい曲たちの世界に入れて、何もかも嫌なことは忘れられました。体全部を預けて曲に身を委ねる、あの頃そういう濃厚な音楽体験ができたことは、今思うと貴重な、その頃にしかできない経験だったなと思います。リクエストなのですが、MISIAさんの希望の歌をお願いします。ありがとうございます。矢野顕子さんって本当に素晴らしいミュージシャンというか、ピアノ天才的だと思いますし、何しろ歌い方が独特なので、どんな歌を歌っても自分の音楽にしてしまうっていうのが矢野さんのすごいところなんじゃないんでしょうか。リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目が松任谷由実でアカシア、2曲目が鈴木翔子で3月の生、3曲目がMISIAで希望の歌。そういえば年末はちょうど日本にいなかったので、紅白のニュースすら見ることができなかったので、今年はどんな紅白だったのかって読んでて思ったんですが、そもそも毎年ほぼ見てないので、皆さんってまだ紅白って見たりするんでしょうか。っていうとなんか非国民みたいな言い方になってしまうのかもしれませんが、そろそろなんか違う年の瀬番組みたいのがあってもいいのかななんて思うんですけども、休みの日に全員が同じものを見るっていうその習慣がいまいちピンとこないんですけども、好きだったダウンタウンのもなくなってしまいましたしね。 Tutor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。お送りしたのはビレバンストリオで Waltz for Debbie。 これはラジオネームトッティモトッティさんのリクエストでした。くんいちさんこんばんは。
この間長年抱き続けていた夢を叶えてきました。映画ラブアクチュアリーのような楽しいクリスマスの雰囲気を体感したい。世界の中心マンハッタンをかっ歩してニューヨーカー気分を味わいたい。そして何よりヴィレッジヴァンガードで演奏を聴きたい。そんな思いから年末年始ニューヨークを訪れました。きっかけは好きなアニメのエンディング曲でした。ジャズのスタンダードナンバー Fly Me to the Moon が毎回いろいろなアレンジで流れてくるのを聞いて、ジャズの創造性にすっかりハマってしまいました。中でもビル・エヴァンスのピアノトリオがお気に入りとなり、いつからかヴィレッジヴァンガードに行きたいと思うようになりました。アニメを見たのが20歳、それから15年、ようやくお金と時間の都合がつき、ビル・エヴァンスもくぐった入り口の扉をくぐり、確かにビル・エヴァンスが演奏したステージを前に夢のようなひとときを過ごしました。旅を振り返ると一番の衝撃はヴィレッジヴァンガードよりも何よりもマンハッタンの街行く美女の多さだったということは思っても見ませんでしたが、今でもたまにふとマンハッタンの屋台で調理された肉の匂いが鼻の奥で香る瞬間があり、まだまだ思い出に浸る毎日です。君一さんは長年抱き続けた夢はありますか？また自分自身を肯定できたような旅はありましたか？リクエスト曲はビレヴァンスがヴィレッジヴァンガードで演奏した曲の中から君一さんチョイスでお願いいたします。ありがとうございます。それは多分15年待ったからこそその旅っていうのが格別なものになったんだと思いますし、次行ったらもっと面白いかもしれませんが、最初のその感動っていうのはもう二度と味わえないと思うので、本当にいい年末年始を過ごしたんだろうなと思います。長年抱き続けた夢、そうですね、バスを買って友達を乗っけて旅行するっていうのはずっと夢で、11年かかって叶えましたけども、それは終わった後に確かに自分自身を肯定できたような気がします。ずっとできないだろうと思ってたことを実現できた時、その旅が終わった時の充実感っていうのは確かにものすごくあって、その時に初めてよし一区切りついたからちゃんと仕事してみるかって思いましたしね。31歳だったのでだいぶ遅いんですけども。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネームおめぐさん。くんいちさんこんばんは。今年結婚10年目、この番組のリスナー歴も同じくらいの主婦です。今年の初め3年ぶりに思い立ち、夫と飼い猫に留守番をお願いして一人旅に出ました。行き先は鹿児島。最近急にドハマりしてしまった名エッセイストであり脚本家向田邦子さんの展示を見たいと勢いで新幹線と宿を予約。下調べはなるべくせず自由気ままな一人です。錦江湾から眺める桜島に圧倒され、名物ジャンボ餅を食べ、路面電車や循環バスと徒歩で街を散策。たった2泊3日の旅でしたが、今から何を食べるのもどこへ行くのも私の自由だと思うと羽が生えたかのような開放感を味わい満喫できました。がしかし、私の一人旅において唯一問題が、それは夜ぐっすり眠れないこと、布団や枕が変わること、ホテルの部屋で何かよからぬ怖いものが見えたり聞こえたりしてしまうんじゃないかという怖さというのが主な原因だとは分かっているのですが、クインさんほどの旅の上級者様はやはりどこでもぐっすり眠れるのでしょうか？それとも独自の入眠儀式のようなものはありますか？やはりいつも通りの布団が最高に眠れるということで、曲はシュガーベイブのいつも通りをお願いします。ありがとうございます。どこでも寝れますね。目も悪いんで昔から、枕の端にガの死骸がたくさんあっても気づかなくて寝てしまいますし、虫がいても平気ですし、まあ大体ホテルに泊まる時って気絶寸前で帰ってバタンキューってやつじゃないですか。もう靴下も脱がないで酔っ払って寝るみたいな。なのでまあ寝れますね。逆に3時間後には目が覚めちゃったりしますけども。
入眠の儀式、特に今の時期で言うと、とにかく寝る部屋の温度をキンキンに冷やすってことですよ。で、猛烈寒い部屋にして自分もパン1とかでうろうろ歩いて、もうこれ以上耐えられないぐらいな寒いっていう時にぬっくぬくの布団に飛び込むと、大体もうノックアウトですよね。1分ぐらいで意識が遠のくんじゃないんでしょうか。次の一人旅でも部屋をキンキンにしてですね、外気をたっぷり入れて一気に寝てみてください。続きまして、ラジオネームようちゃんさん。くんいちさん、こんばんは。私は現在ブータンというアジアの小さな国にいます。離れた場所にいますが、毎週楽しみに聞いております。以前付き合っていた彼と遠距離になることが原因でお別れをした話をし、その彼へのお礼を番組を通じて伝えていただきました。ありがとうございました。その後ラジオのおかげもあり、縁あって今またその彼とお付き合いできています。今後どうなるかわかりませんが、自分なりにこの恋を精一杯楽しみながら大切にしていきたいと思っています。そして遠距離を一緒に乗り越えようと決意してくれた彼に感謝して過ごしていきたいです。その彼と来月タイのバンコクで久しぶりに会って一緒に旅行する予定になっています。今その計画を立てている最中です。くんいちさんのインスタグラムでくんいちさんがバンコクに行っていることを知りました。もちろん来月の旅行の際にはくんいちさんの手掛けたバーには行く予定です。もし他にもおすすめのレストランやスポットがあれば、ぜひ教えていただきたいです。リクエストは出国前最後のデートの時、彼と帰りの電車で聴いて切なくなった思い出の曲、くるりの奇跡をお願いいたします。ありがとうございます。ブータン、僕らがバックパッカー時代行きたくても絶対行けなかった秘境と言われたブータン、そのブータンで毎週ラジオが聴けるっていうのに衝撃を受けてしまったんですけども、どんな環境なんでしょうか。昔は一年に何人とか決まってるぐらいの観光客しか入れませんでしたし、観光ビザが一日いくらだっていう貧乏旅行者には絶対行けないような国でしたけども、少しずつ確か開かれてるんですよね。いつか僕もブータンに行ってみたいなと思うんですが、バンコク、そうですね、そのデザインさせてもらったバーっていうのが母屋のような4階建てのビルとつながってるんですけども、そこの上にタイ料理屋もデザインしてくれって言われてデザインしたんですが、ご飯もすごく美味しかったです。昔タイ料理っていうのはファストフードっていうかストリートフードっていうカテゴリーで、ちゃんとしたコースで食べる料理って認識されてなかったらしいんですけども、それを初めてコース仕立てにしてロンドンで流行らせた人が料理の監修をしているみたいで、僕の知らないタイ料理でしたけども、これはこれでありだなと思いました。もちろんストリートフードが好きなんですけども、もしそういうコースで食べたいと思ったら行ってみてください。続きまして、ラジオネームアンディ・フェアウェザー・ハイさん。私は首都圏にある小中学校に何らかの理由で行くことができなかった生徒が学び直しをできる高校で英語を教えています。家や学校から半径 1,2 キロくらいしか出たことがないという生徒も少なくない中、英語を通じて何か新しい景色を見せることができたらと思い授業をしています。それゆえにトラベリングウィザウトムービングという番組のタイトルに共感するところです。さて、今年で卒業する生徒が英検に挑戦するということで、連日補習をしています。その生徒は英検4級を受けます。卒業を前にして初めて英語を勉強しようと思ったとのことで、全力で応援したいと思っています。何か背中を押してあげる洋楽があれば、くんいちさんセレクトで教えていただけたら幸いです。ありがとうございます。学び直しができるっていうのは本当に素晴らしいですね。まあ本当は僕らみたいなおっさんもいつでもできるはずなんですが、どんどん億劫になってしまうのはなぜなんですかね。何かちょっと僕も学校っていうか習い事をしてみたいなと最近すごく思うんですよ。
何でも割と独学でやって飽きたらほったらかすっていう人生ですので、ギター教室とかでもいいんですけども、こういう風にやるんだっていうなんか授業みたいのを受けてみたいなと思うんですが、英語はできたら本当に世界が広がる素晴らしいものだと思います。まあ喋る人が多いですからね、友達ができにくいなと思っていても、英語が話せた方が今より倍できる確率っていうのは絶対高いですし、いろんな話ができると本当に楽しいです。ぜひ頑張ってください。そして背中を押す洋楽ということですが、ここはあえて日本語で。リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がシュガーベイブでいつも通り、2曲目がくるりで奇跡、3曲目が中島みゆきでファイト。くるりってこの番組でも随分かけてると思うんですけども、僕が最初知ったのは自分が初めて本というか雑誌というか作っている時に手伝ってくれた友達がものすごくくるりが好きで、本当に一日中バラの花がかかってたんですよ、ちっちゃいスピーカーから。なんて素敵なバンドなんだろうと思って、歌詞もいいし、こういうバンドが日本からも出てくるんだって感動した覚えがあるんですが、それがもう二十何年前だっていうことにこの間気づいてびっくりしてしまって、なのにくるりの曲っていつ聴いてもどこか青春の匂いがするというか、年取って疲れたみたいな音がしないところが素晴らしいなって思います。野村くん一がナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームラフロイグさん。くん一さん、高橋幸宏さんが亡くなりましたね。それからジェフベックも。親しい人たちの死も悲しいですが、アーティストの方々の死も辛いですね。お二人とも音楽的にはあまり馴染みがなかったのですが、やはり思うところがあります。幸宏さんかジェフベックの曲をくん一さんに選んでかけていただければ幸いです。ありがとうございます。本当ですね、朝起きて寝ぼけてたりしながらインスタのストーリーとか見てたりすることって、インスタとかやる人多いと思うんですけども、そうするとこうリップって書いてある写真とかを見て指が止まるっていうことが最近随分多いなと。あの人が亡くなったのかとか、特に高橋幸宏さんなんていうと上の世代ですけども、まだまだ若いというか現場感がすごくあったので、やっぱりすごくショックですし、しかもその亡くなっていく人たちと自分たちとの間の年齢差っていうのが毎年近づいてるなっていうのもなんだかなっていう話にこの間なったんですけども、まあいい音楽っていうのは本当に残るものですし、僕たちができるっていうのはその残った音楽をありがたくいつまでも聴いて、その作り手を忘れないことかなって思います。というわけで今日は高橋幸宏でトリップドライアイズを最後にかけたいと思います。